皆さんこんにちは、ともりあらたです。もうそろそろ春の気配がしてきましたね。春になったら肌見せの季節になってきます。もちろんまだまだね、半袖になるには先かもしれないんですけれども、今のうちにボディケア始めておいた方がいいので、今日は最新のボディケアアイテムを2つご紹介したいと思いますので、最後までご覧ください。私たちはなんか顔のね、スキンケアはすごいやってるんですけれども、ボディのスキンケアってあんまりしてない人多くないですか？私も最初に言ったように、夏になるからとか春になるから、ちょっと薄着になるから始めるっていう人も多いかもしれないんですけれども、実はやっぱり顔と同じように体の皮膚も老化していったりとかするんですね。なのでお顔だけスキンケア綺麗にしてても、やっぱり体のボディのケアが怠ってるとちぐはぐになってくるので、ボディケアってすごく大事だなって私は思います。でなんとなく日本人ってボディのケアっていうのは保湿だけだと思っている方多いと思うんですよね。とりあえず保湿しておけばいいから、冬は保湿をしておこうみたいな、で夏になったらちょっと肌見せでスクラブしたりとかだと思うんですけど、やっぱりさっきも言ってるように顔と体のお肌も同じように老化をするので、ボディの肌もね、アンチエイジングしたいなって思っていたんですけれども、今回ね、待ちに待ったものが誕生したのがこちらになります。エストインテンシブボディセラムです。こちらのエストインテンシブボディセラムはですね、私もいつも愛用しているこのエスト GP コンディショニングセラムの技術がこのボディ用の美容液にも搭載されているんですね。で、それが何かっていうと、花王さんが研究している肌のアンチエイジングで注目しているのがオートファジーなんですね。オートファジーっていうと、ちょっと前にノーベル賞を受賞した研究の一つなんですけれども、要は体の中のリサイクル工場なんですよ。例えばタンパク質って私たちの体に必要なタンパク質量を毎日毎日摂取してきているわけじゃないんですね。じゃあ摂取できないタンパク質はどこから来ているかっていうと、体の中のタンパク質を分解してまた新しいタンパク質にして作られていく。なのでリサイクルする工場というか、リサイクルする機能がないと私たちの体っていうのは機能しないんですね。で、そのリサイクルする機能のことをオートファジーというふうに言います。で、オートファジーが低下しちゃうと、例えば脳にね、不要なタンパク質が蓄積しちゃって、それがアルツハイマーになるんじゃないかみたいな、そういったことで研究がすごく進んでるんですけれども、実はオートファジーがですね、肌の老化にもすごく関与してるっていうのを花王さんがですね、共同研究で見つけてきてるんですね。一つが肌のたるみになります。線維芽細胞、表皮と真皮にあるコラーゲンとかエラスチンっていうのもタンパク質でできていますので、やっぱりオートファジーが低下しちゃうと、それがきちっと再生できなくなっちゃうんですね。それによってやっぱり皮膚がたるんできたりとかっていうことが起こってきます。で、もう一つ怖いのがシミとかくすみなんですよ。これもオートファジー何の関係があるのと思う方いると思うんですが、実はメラノサイトがメラニンを作って表皮の細胞に受け渡す時っていうのは、一個一個メラニン色素を渡しているわけじゃなくて、メラノソームという大きな袋にメラニン色素を入れて受け渡しているんですね。で、このメラノソームっていうのはタンパクでできているので、この袋をですね、うまく分解できなかったら袋ごと渡しちゃうことになるんですね。そうすると袋にギュッとメラニン色素が詰まっている状態と、一個一個になって渡した時って、やっぱり塊になって渡されちゃうと、それが本当にくすみとかシミとしてできてきちゃうわけですよ。なので袋で受け渡すんだけど、受け渡された時にはこの袋をほぐして一つ一つの粒にした方がいいですよね。なので筋子で渡されたけれども、それをほぐしていくらにした方が一つ一粒が分かるみたいな感じ、分かりにくいかな。なので要はメラノソームの袋がちゃんと代謝されなければ、そのまんま塊でメラニンがいっちゃうことになるので、シミとかくすみが出てきちゃうっていうことなんですね。なのでたるみだったりとかシミだったりくすみも、オートファジーが低下することによって起こってしまうっていうことになります。で、もう一つ、10日って聞くと、あ、気薄みするって思うと思うんですが、この10日はですね、顔も肌も同じだけ起きてるっていうことを花王さんちゃんと見つけてるんですね。なのでたるみとかくすみとか、あとはシミとか、オートファジーが低下することで起こってきてるんですよ。なのでそれに着目してスキンケアアイテムに入れたのが、このエストの GP コンディショニングセラムになります。
花王さんがこのオートファジーを活性化するために見つけてきたのがローズマリーエキスとフィトスフィンゴシンという成分になっています。それがこのエストの GP コンディショニングセラムに入っているんですけれども、さっき言ったみたいにオートファジーは顔だけじゃなくて体にも影響を及ぼしているので、体のアンチエイジングのためにはこちらオートファジーをスイッチオンにしなきゃいけないということで、このエストのインテンシブボディセラムには同じ成分が入っています。すごくないですか？だからお顔だけじゃなくて体にもきちっとたるみとかシミとかくすみを防止する成分が入ってるっていうことなんですよ。やっぱりお顔は綺麗なんだけど首とか、あとはこう腕とかそういったところのエイジングのサインが出てきていると顔だけ浮き立ってるようにあるので、結構私こういったね製品を本当待ち望んでいたんですよ。そしたらやっぱりエストさん出してくれました。なのでもちろん保湿もできます。保湿はエクトインといって肌のね水分量をしっかり上げる成分も入っているので保湿ももちろんできるし、あとは低下してしまうと肌のね老化が進んでしまうオートファジーを活性化するので、それによってシミとかくすみとかたるみっていうのを防止してくれるっていう、結構すごいアイテムだと思いません？やっぱりね年を取るとちょっとこの二の腕の方のカサカサ感だったりとかぷよぷよ感だったりとか、あと首元だったりとか、やっぱりどうしてもお顔だけエイジングケアしててもボディのエイジングケアをしていかないとなかなか難しいかなと思うので、同じようなエイジングケアしたいっていう方はぜひこちらエストのインテンシブボディセラムチェックしてみてください。テクスチャーは結構しっかりしたクリームになってます。結構ね伸びはめちゃくちゃいいのでスーッと入っていきます。ボディクリームとか私使い続ける一つのポイントはもちろん成分もそうなんですけど、塗った後にベタベタしないっていうところだと思うんですよ。やっぱり私朝晩使いたいので、夜はまだしも朝こう塗った後にベタベタしてるとお洋服着れなくなっちゃうじゃないですか。でもねこれね本当にスッと入っていて全然ベタベタしないので朝晩しっかり使えるテクスチャーになっています。続いてはこちら、ハッチセラムイン UV ボディクリームです。アンチエイジングのための成分を入れたボディクリームもですけれども、皆さんボディも UV ケアが必要じゃないですか？それはそうですよね。だってお顔と同じように老化が進むとして、お肌にもしっかりと紫外線対策しましょうって私いつも言ってるじゃないですか。ということはボディにもきちっと日焼け止めを塗らなきゃいけないんですよ。今回このねハッチのセラムイン UV ボディクリームは日焼け止めプラスボディクリームもできるよっていうものになっています。 SPF は50プラス PA4 プラスでもちろん UV カットはしっかりできるんですけれども、美容液成分もたっぷり入っているんですね。一つがバクチオールです。バクチオールっていうとレチノールのようなあの植物成分っていうので皆さんご存知だと思うんですけど、そのバクチオールが入っています。でもう一つがビタミン C の誘導体も入ってるんですね。なので紫外線をブロックしながらレチノールのような成分であるバクチオールとシミを防止するビタミン C の誘導体も入ってるっていうところになります。面白いのがこれね、やっぱり日中をつけるものじゃないですか。朝つけるものだから肌をきれいに見せる効果っていうのもハッチは取り組んでいて、リアルダイヤモンドとリアルパールの粒を本当に細かく入れてるんですね。なので塗ることによってちょっとねキラ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 っときらめきが出るんですよ。だからこういうデコルテとかね塗ってたり首とか塗っててもこのキラキラキラっとした補正で顔が明るく見えたりするっていうね、ちょっと面白くないですか。であとはむくみをね防止する成分とかも入っているので、足とかもね塗っててもちょっとキラキラキラっとするし、やっぱり肌見せの朝しっかりと塗っていくっていうのはすごくいいかなと思います。ハッチなのでもちろん蜂蜜成分も入っていますから、保湿もしながら UV もカットしながらっていうような結構マルチに使える UV 兼ボディクリームになってます。こんな感じで白っぽく見えるんですけれども、塗っていくと分かります？トーンアップしたの、結構ねシャイニーな感じになる UV 兼ボディクリームになってます。でこっちもですねベトつきはほとんどないので、なんか日焼け止めでベトつくのが嫌だっていう人にもいいかもしれないですね。こちらの方がキラッと細かいねパールとダイヤモンドの本当に細かい粒子が入っているので、ちょっときらめく感じがわかるかなと思います。まとめるとエストは本当にお顔と同じようにオートファジーのスイッチをオンにしてたるみとかシワとかくすみを改善してくれる成分が入っている、もアンチエイジングのためにお顔と同じようにボディケアしたい人にはおすすめ。
そしてこちらのセラムイン UV ボディクリームはですね、 UV もカットしながら肌見せも綺麗にしたいっていう方にはおすすめのものになってます。どちらもやっぱりお顔とね同じようにエイジングしたいっていう方にはすごくおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。いかがでしたか？やっぱりボディもね、ちゃんとエイジングケアしなきゃダメなんですよ。なのでやっぱりお顔だけじゃなくて、今年の春夏はしっかりとボディケアもしてみてくださいね。ということで今日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。